はい、皆さんこんにちは、ご無沙汰しておりますミスルというミュージックスクールギター講師の山田です。はい、久々の動画講座ということで、前回上級編の、スケール練習を、動画を撮ってみたんですが、まあ、こちらにリンク貼っておきますね。こんな感じですね。はい、最初はじゃあどうやってスケール練習をするのかというところですね。もう、いくつか生徒さんから質問をいただいたこともありまして、今回ちょっと講座を取ってみたいなと思います。それではどうぞ。はい、それでは、どのように、スケール練習をしているかというものですね、簡単に説明をしていきたいなと思います。まず例えば、E フラットのリディアンをフラットセブンス、リディアンドミナントですねを、勉強したいなと思った時に、こういった感じで、こういった形で、通常は、こういったダイアグラムですね、を見ながら弾いていくと思うんですが、私は早々に諦めました。というのも、2,3 ポジションぐらいまでは大丈夫なんですが、3ポジション4ポジション増えてきて5ポジションぐらいになってくると、これはどっちを使うのかなという感じになってたんですね。はい、でそこで、早い段階から音で見る訓練というのをしてきました。で、例えば今のようなスケール練習をしても、アドリブになった時に出てくるのは今と同じようなラインですね。つまり、で練習していたらアドリブでもこのように出てくるんですね。なので例えばじゃあスケール練習を変えたらどうか、1個飛ばしにしてみたらどうかっていう感じですね。で、このように演奏してもやっぱり出てきてしまうのは1個飛ばしのラインが、アドリブとして出てきてしまうんですね。はい、でスケール練習で一番大切にしていることは、まずは、量をこなすということですね。はい、で、量の質に転化するんです。はい、なので、シンプルな1音からでも、たくさん量をこなしていただければいいかなと思います。で、量をこなすために、一番いいのはリズムにしっかり乗ることですね。はい、16ビートでも4ビートでもどんな感じでも構いません。で、例えば E フラットのリディアンフラットセブンス、E フラット、F、G、A、B フラット、C、D フラット、こういった音使いになるんですね。一気に全部覚えようとしなくても大丈夫です。1音ずつ覚えていっていただければいいんじゃないかなと思いますね。例えばではミのフラットという音があります。これですね。はい、まずこの1音からでいいんじゃないですか。
Thank you.
れてきて、低くなってきたんでこの辺にしましょうか。1日1つのスケールでいいと思います。遊んでいっていただくような感じですね。そうするとこの、まあ、ミのフラット近辺での遊びの量というのが増えていくわけですよね。で、ああこういう風に弾いたらちょっとかっこよかったなっていうものがあったら何回も弾いちゃえばいいと思うんですね。ワンコードですからね。はい、これがいいと思えばこれを何回でも弾いてしまえばいいと思うんですね。リズムが乗れてないととてもつまらないですね。はい、もう何やってるか全然わからない感じになりますので必ずリズムを出すという感じですね。はい、こういった感じですね。で、今のはまあ後半の方はほとんどスケールばっかりを弾いてたんですが、やはりコード等へのアプローチっていうのが大事になってくるんですね。ですのでスケールを見てるんですがその中で、コード等の割合を増やしていくような感じですね。なのでミソシレですね。ミソシレで、アルペジオは弾けるんですけどアルペジオでどうやったらいいかわからないっていう人はやっぱりアルペジオを弾く量が少ないんですね。バン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 ちゃんとミのフラットのコードと、どういったコードとどこのポジションでも大丈夫ですね。まあ、ミソシレというものがあるそこを、狙っていくというような状態ですね。はい、で、そこを、まあ、ミックスさせて、さらに装飾なんかも増やしてしまっても大丈夫かなと思いますので、例えば大きな装飾ですね。こういったものとか、こういったものとか、まあ、同じですかね。そういったもの、まあ、全部クロマチックだから、こういったものでもいいですよね。はい、そこから何か始めてしまうというような感じですね。シンプルなところから、パン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 パ
まあ、こういったような感じの演奏とか、もちろんなんかちゃんとこう、セブンスと言いつつ、結構ミクソリディアンと一緒に考えていることが多いので、かなりミックスされちゃってるというような状態ですけど、まあ、こういった形で、スケール練習というのを行っているような状態ですね。はい、ですので、皆さんスケール練習するときは、たくさん遊んでください。はい、それが自由になるための、第一歩ですね。まあ、アルペジオもそうですね。たくさん遊ぶことです。ただ普通に、アルペジオを弾くだけじゃなくても、まあ、順番を変えるだけでもいいですし、アプローチして弾いていくだけでもいいですし、リズムを変えるだけでもいいですし、で、同じ音を何回も使っても大丈夫ですね。はい、その量がだんだん、まあ、信じてやっていけば、フレーズとして繋がってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい、ただ、音で見るっていうことは忘れないでください。しっかりと今何の音を弾いてるのかっていうのは、見るような感じですね。どうしてもダイアグラムで覚えてしまうと、そういった、音名っていうのは指板上の音名ですねを見ることがなくなってしまうことが多いかなと思います。で、今コードどんなのかな、テンションなのかな、変な音弾いちゃったかなとか、そういったことを、考えながら弾いておいていただければいいなと思います。で、はい、以上で、スケール練習の方法ですねを、の説明を終わりたいなと思いますので、皆さんも楽しんで、スケール練習をやってみてください。とにかく量です。量が質に転化するということです。はい、覚えておいていただければいいかなと思いますね。チャンネル登録の方、お願いいたします。こちらですかね、ですね、まあ、概要欄からも、ありますので、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。Thank you.